税務大学校は国税庁所管の省庁大学校である。本校事務室が東京都千代田区霞が関に校舎が埼玉県和光市にあるほか、地方研修所が全国12カ所にある。国税局、税務署などにおいて税務に携わる国家公務員に対する各種の研修、税務に関する学術研究、諸外国の税務職員に対する国際研修を、 実施している。学士などの学位が得られる過程は実施していないが、専科本科一部の通信研修は税理士法に定める指定研修とされており、修了者は一定の条件のもと、税理士試験において会計学に属する科目の受験が免除となる。大卒程度の国税専門官試験に合格し、採用されたものは和高校舎において3ヶ月間の 専門官基礎研修を受講する。国税庁の要員充足は一部幹部要員を除き、高校卒業者にだけ求めるという方法で行われて、北が高度経済成長期には民間企業の高校卒業者に対する需要が著しく増加する反面、高校卒業者の減少、大学進学率の上昇などにより、高校卒業者の採用が困難となってきた。そこで、 国税庁では昭和43年度から昭和45年度にかけて国家公務員採用上級を通し試験合格者を昭和44、45年度には中級試験合格者をそれぞれ採用し、その後昭和46年度から新たに税務のみを対象とした大学卒業程度の国税専門官採用試験合格者の採用を開始した。 社会の少子化と高学歴化が一層進展し、年々高卒者のみから優秀な人材を確保することが困難となってきたことを踏まえ、国税庁の採用も徐々に大卒に依存する採用となり、平成6年度の新規採用数は大学卒程度のものを対象とする国税専門官採用試験による採用者532人に対し国家公務員、 採用参種試験による採用者530人と、初めて大卒程度の採用数が上回った。研修期間には、所得税法、法人税法、相続税法及び、消費税法など、国税の一般的な税目を広く勉強する。また、日商簿記2級を持っていないものについては、4月の入校から2ヶ月後の6月の検定で、簿記2級に合格することが求められる。 終了後は各地の税務所で1年間実務を経験した後1、ヶ月間の先行税法研修を受講し、さらに2年後、7ヶ月間の専科研修を受講することとされている。高卒程度の税務職員採用試験に合格し、採用されたものは、採用された国税局により東京研修所もしくは大阪研修所のいずれかにおいて、 全量制のもと1年間の普通科研修を受講する。この間、全法などの法律や会計、一般教養など、税務職員に必要な知識や技能の基礎を学ぶ。下記に事例として、平成3年8月1日における、普通科東京研修処分外講師について記載する。終了後は、各地の税務所で3年間実務を経験した後3。 か月間の中等科研修を受講することとされている。ほか、一定の実務経験の後試験に合格することによって1年間の本科研修を受講できる。かつては各地方研修所で行われていたが、採用人数の減少などから現在は集約されている。税理士法第8条第1項第10号に規定する研修として指定された税務大学校、本科、専科及び 通信研修会計画の実施結果は公開されている。本科と専科の修了試験の出題及び採点は講義を担当した大学教授が行う。研修終了後の配属先らは修了時の席次を考慮する。研修対象者は本科研修生選抜試験に合格した職員である。7月から6月までの1年間を行う。修了試験の出題及び採点は 講義を担当した大学教授が行う。終了要件は、税法科目、会計科目等の試験実施科目全てに合格すること。研修対象者は、国税専門官採用試験による採用者で、部内経験3年の職員等である。8月から翌2月までの7ヶ月間を行う。終了試験の出題及び採点は、講義を担当した大学教授が行う。 修了要件は、税法科目、会計科目等の試験実施科目すべてに合格すること。研修対象者は、部内経験10年以上の職員の合格者等を除くである。国税局長等の推薦により、国税庁長官が研修生を決定する。本科、専科卒業生等の中から選考されたものを対象として実施し、 税務に関する高度の専門的な理論及び技能を習得する目的で設置されている。研修期間は1年3ヶ月の長期に及ぶ。国税庁税務大学校研究科の研修生は国税職員5万数千人の中から毎年20名ほどが全国の国税の職場から選抜されて入校してきた人たちです。出生のための一つの基準であり、 選考された者の,の人事上の取り扱いが、そのただいた数と異なることになる。霞が関と全国各地の地方私文部局を行き来し、昇進を重ねて、国税庁長官官房主席監察官等を経て、国税局長等となる。昭和40年4月6日研究会規制の研修が開始された。研修先は、東大法学部5名、経済学部7名。 一橋大学7名であった。宿舎は、代々木のオリンピック宿舎跡地であった。研究課生の氏名と研究論文題目は公開されている。研究テーマについては、東大総計の大学図書館等で、先行研究、過去の研究課生の研究等を含むをあらかじめ調べることが望ましい。研究員として大学及び大学院に長講生、または、 博士前期家庭受講者として派遣している。慶應義塾大学大学院小学研究科世界銀行国際蘇生留学制度が挙げられる。この制度は国税庁、税務大学校、慶應義塾大学との緊密な協力のもと、世界銀行加盟国の内発展途上国の税務行政官僚の育成を行っている。税務大学校長は東京国税局長、 大阪国税局長と共に、政令で規定される、指定職3号の役職である。財務省大臣官房総括審議官、財務省外局である、国税庁次長と同様である。税務大学校長室は、財務省庁舎5階の合同庁舎4号館側にある。国税庁長官官房主席監察官室の臨室である。歴代税務大学副校長税務。 大学校副校長は、東京国税局長と大阪国税局長以外の国税局長と共に、政令で規定される指定職2号の役職である。財務省主税局3次官、財務省外局である国税庁部長と同様である。税務大学副校長室は、財務省庁舎5階の合同庁舎4号館側にある。税務大学校大阪研修所。ありがとうございます。